ティアは、デンマークの自治領、フェロー諸島出身のプログレッシブメタルバンド。バンド名は、北欧神話の軍神、トゥールから、バンドのロゴ1998年に結成された。曲の題材は、北欧神話やフェロー諸島に残る言い伝えで、フォーク要素とプログレッシブメタル要素が強い。歌詞は、フェロー語、英語で書かれている。デビューアルバムは、 ヘビメタルを扱うことのほとんどないフェロー諸島のフォーク音楽のレーベルタットルから2002年にリリースされた。タットルからは2枚目のアルバムまでをリリースした。2006年にオーストリアのナパームレコードと契約し活動の幅が広がる。2013年よりアメリカ合衆国の大手ヘビメタルレーベルメタルブレードレコーズと契約した。 2011年リリースの6枚目のアルバムザレイオブスリム日本版が新興レーベルスイッチブレードからリリースされ日本デビューを果たしたなお2013年9月現在スイッチブレードレーベルはホームページの内容が閲覧不能でありレーベル公式ツイッターも2012年3月以降更新されていない2013年 怪我の悪化によりドラムスの狩りが脱退し、9月にリリースした7枚目のアルバムであるバルキュルジャではナイルのジョージ・コリアスがサポートメンバーとして全曲のレコーディングを担当した。2016年にセッションメンバーを経てタデウシュ・リエックマンが加入。2018年に長らくギタリストとして在籍したテルイス・キベナスが脱退し、リエックマンと同じハンガリー出身で元ネバーアーモアノ。 ギタリスト、アッティラ・ベレッシュが加入した。2019年12月初来日を果たした。フェロー諸島における捕鯨の伝統を妨害するシー・シェパードや反捕鯨派に対して冷静な対話を要求するといった記載がホームページ等に幾度か見受けられ、特にシー・シェパードの団体長であるポール・ワトソンに対しては、その主張への反論と同団体の活動への批判を ホームページ上に掲載している。なお、バンド名は、日本版のリリースが、かなり遅かったため、由来となった紙と同じ読みで、トゥールや、ティールと表記されることも多い。フェロー語では、トイルと発音される。ヘリオエンセン2013年テルイスキベナス2013年、httpww.teal, fadeout。 Teal Signs with Metal Blade Records 2013年11月17日、閲覧。http://www.happinet-p.com/.jp2/.music/.switchblade/.index.html, ハット http://www.teal, fadeout. カリストレインモインティールパートウェイズ2013年11月17日、閲覧。TR、リクルーツフォーマーネバーモアーギタリストアティラ VR、S、ブラボマウス、ネット2019年7月18日、閲覧。h t t p w w, w t e a l f a d e o u t a n a n s e r 2ポールワトソンありがとうございます。